皆様ご機嫌いかがですか。全人野村帝光です。今回は通常では考えられない走行イリュージョン。今回はそこにスポット当ててみましょうよ。ケツ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 侵入。今 D1 の最新トレンドがこれだ。審査席に向かってスピン状態で飛び込み、回ることなく駆け抜けていく。今回は D1 回帰ってのイリュージョニスト3名がマシンセッティング、ケツ侵入のテクニックを洗いざらいゲロリンチョウ。前回ケツ侵入の果てコース上では何かが起こる。降りと助手席に乗せての実写インプレー、無数のオンボード映像が彼らのケツ侵入テクニックを丸裸にする。ケツ侵入 D1 イリュージョンドリフト。まず当て始めにイリュージョンドリフトがいかなるものか。お見せいたしましょう。D1 界のイリュージョン、ケツなし番長決定戦第1回。さあ第1回ってことはこれ第2回があるんでしょうか。というわけでですね、今日はですねこの D1 界のイリュージョン3人にやってきてもらいました。イエイ。本日の参加選手を紹介したいと思います。まずはですねワックスおねえ松井です。マナブちゃんちょっとだいぶノリがいいね。松井選手はですねまだですねそのイリュージョンにはこうちょっとこうですね距離はあるんですが、たまに見せる、新たな松井スタイル、松井イリュージョン実際にできるのかどうか おねえキャラで言ってもらいたいと、はい、たまたましか出ないんで頑張ります。本当気持ち悪いんだけど。まあやはりですねこの人は欠かせません。イリュージョンの老舗黒井選手です。イエッ。はいこんにちは。 D1 でイリュージョンという名前がついたのは、まあ、黒井選手のスタイルですよね、はい。まあ、そこでこうだいぶ黒井選手の真似ではないんですが、黒井選手と同じようなこう角度をつく走りができてきてるじゃないですか、はい、その辺いかがですか。そうですねみんなつけ方がいろいろなんですけど、はい、まあ、僕何通りも持ってるんで。さすが新鮮ですね、はい、そうですね。あまだまだその大体7、8通りはあるんで、あまだまだその辺のやつらには負けないぞと、はい、そうですね。はい、そして報道は乗りの星、斉藤大吾選手にもやってきていただきました。まあ、大吾選手は審査でイリュージョンっていうのが言われた記憶はあんまりないんですが、でもすごい角度できますよね。その辺がですねどういうスタイルのイリュージョンを今日見ていただけるのか、楽しみです。というわけで、この3名で、今日はやっていきたいと思いますが、今日の企画はですね僕自身も非常に楽しみにしてまして、これね2010年の D1 シリーズ結構ねこのイリュージョンスタイルが主流になるのではないかと、ぶっちゃけ言うと主流になってもらったら困るんですが、今日はですねその辺を含めて全て細かくチェックして楽しんでいきたいと思います。走り慣れた恵比寿南で選手はどんなイリュージョンを見せてくれるのか。さあいよいよ審査に入りたいと思いますが、僕もですね D1 選手を審査するのは久しぶりです。今日は僕はですねパッションを中心に見たいと思います。その他角度スピードはですねこちらの機械ドリフトボックスを利用してですね、これ電波飛んでるんですね。将来の D1 審査システムに向け日々テスト中。あ、紹介遅れました、はい、エネブルのアラさんです。エネブルお願いします。エネブルアラです。エネブルアラさんです。パッションとこの機械を両方使った、審査をしたいと思います。準備万端の選手たち、まずはこいつから。見せちゃうよ。常に圧倒的な単走で上位通過を果たす斉藤大吾。見せる走りに特化した時やつは最高のイリュージョニストとなる。まず斉藤大吾選手です。斉藤大吾選手ワッチョー、いきなりのクラッシュにオリドワン。イリュージョン。今の得点はですねタイヤがねくっついてくるっていうことってなかなかないんですよ。もうミラクルですよね。イリュージョンこれもう100点ですね。100点です。これ何やってんだろうねあれね。私そんなのやんないわよ。危ない危ない。
通常あれはビッグクラッシュになるんですよ。でもイリュージョンを知ってるやつはあそこでこうずっとこうアクセルを踏んでるんでギリギリあれで済んだんですよ。普通だとあれもうクシャッと行ってますからね、昔だったら。頑張っちゃうわよ。期待の新鋭イリュージョニスト松井幸男、ここ一番で見せる決心入は D1 界でも一二を争う。ワックスをね、松井です。今のもなかなかいいですね。なかなかいいですよ。なかなかいいですよ。角度ついてますよ。エビスは角度つきやすいので楽しんでください。ミスターイリュージョン黒井敦史、その独自の進入ライン角度は他の追随を許さない。元祖イリュージョン黒井選手、やっぱね、イリュージョンね、やっぱリスク高いんですよ。今ものすごい角度で来ましたから、あれで回れると思えないもんね、俺ね。まあ、今のは車庫入れ選手権だったら100点ですよね、今のはね。本番3本勝負で行われた今回の決心入番長決定戦。さすが東大きってのイリュージョニストの共演だけあって非常にレベルは高い。3台みんな審査席からテールランプが丸見え状態で審査席前へ進入。ルームミラー越しに折り戸を見ながらそれぞれアベレージで100度以上の角度をつけコースを駆け抜けていく。三者三様の進入スタイル。この様子を見た折り戸が一言。103。通常のドリフトで60度、このドリフトボックスで60度行くとかなり角度がついてるように見えるんですね。ただみんなね、120度近く行ってるんですよ。これはね、ありえないですよ。やっぱイリュージョンですよ。己のプライドをかけ3名は最終の走行へ入る。すごい。ちょっと力の入れ軽くやった感じですけど、すごい角度でしたよ。116度。はい。走るたびにできるとイリュージョンではなくなってしまうので、これはいいんじゃないですかね。これである意味毎回走られちゃったら困っちゃうんだよね、みんなね。皆さん映像で見たら分かるようにね、あの角度がついてます。スピンしないことだけでイリュージョンですよ。十分イリュージョンです。全ての走行が終了いたしました。皆さん普通にやっているように思うかもしれませんが、イリュージョンってやっぱりこうね、ミラクルですから、こうやっぱ本番のこう緊迫した中でバチッとこう決まった時、うわーというイリュージョン、これがね、今日のような緊張感の少ない中でイリュージョンをこう見せられるとね、他の選手も非常に困ってしまうので、よかったと思います。逆に僕はその中でも一応今日のイリュージョンナンバーワン決定戦チャンピオン決定いたしました。本日の蹴出し番長は斉藤大吾選手、おめでとうございます。チャンピオンベルトです。蹴出し番長、一言どうぞ。いやー、いいですね。およそですね、アングルは116度。116度ってことはもうまっすぐ走ってきて90度を超えた角度ですからね。これはもうありえない角度です。ただね、黒井選手は多い時で119度。ただね、黒井選手ちょっとそこから先のつながりがちょっと今日はイマイチだったんで、今日のチャンピオンは斉藤大吾選手でした。いやー、大したもんばい。しかしどのような運転をすればああなるのか皆さん気にならんですか。続いてはその謎を解明ばい。